参加いただきまして本当にありがとうございます。今日はね、この地域の代表の皆さんとざっくばらんに意見交換をさせていただきたいと思います。これから参議院選挙を行われますけれども、日本のやっぱり政権、政治、これがどう向き合っていくか、公明党は連立政権の一角として果たすべき役割の責任もあるというわけでございますから、どうか今日はそういう大きな環境の下で皆さんのお仕事や、ね、家庭生活で直面している方がいろいろあろうと思いますから、忌憚のない意見交換させていただければと思います。コロナ始まってすぐに持続化給付金です。あれは本当に助かりました。助かった。助かりました。本当に助かりました。やっぱりまだまだそのコロナの影響っていうのはあるので、助成していただくものとか、あるいはそう助成じゃなくて、例えば取るものを少し減らしてもらう。我々みたいな商店街に補助金をいただいて、プレミアム商品券ですね、いろんな補助金を各お店はいただいてるんですけど、はいはい、お金をいただいてもお客さんが来ないんですよ。なんでお客さんが来ないのかって言ったら、やっぱり財布の紐が硬いですからね。それが 20% 30% ですと、お店が値引きをしなくても、そこでもうすでにもう値引きをされた 20% 30% 得の券を持って来られるわけですから、ぜひその国からとしても、はい、そういう補助金をですね、はい、商店街に、はい、下ろしていただきたいなと思います。でうちはちょっと発熱外来をやっているんですけれども、 PCR のそういったコロナ関連の検査はやってないんですね。やっぱりやるにしても、はい、その今のそのいわゆる第2類の感染症という状態で厳しいですよね。その感染した時の対応だったりとか、濃厚接触者だったりとか、そうすると小さいクリニックで多分検査すると誰がまたもらっちゃう可能性もなくて、今4回目のコロナワクチンが始まってますけども、はい、対象者が60歳以上と18歳以上のいわゆる基礎疾患がある方になっちゃうので、医療従事者が一応入ってないんですね。何人いらっしゃるんですか？はい、3人男を、ね、あ、そうですか。これからお金がかかる世代ですね、はい、まさにドストライクの最中なんですけども、はい、教育論がですね、もうちょっと緩和されると非常に安心してやはり子供を産み育てられるなんて、兵士と違う状況の中 で今日も北朝鮮のミサイルを撃ちましたと、やはり防衛力っていうのはもっと高めていかなきゃいけないなっていうのは思います。ぜひともそこら辺は議論をしていただいて、ただ議論だけで終わらず現実問題迫ってる時って あると思うんですね。いろんな方が口にしそうなね、課題、問題意識、これを本当に鮮明にね出していただいたというふうに思います。また受け止めてこれからの議論に生かしていきたいというふうに思います。与党も野党も選挙の時はいろんな主張を掲げますけれども、選挙終わったら今度それをどう実現していくか、その決定する過程も含めて我々は冷静に着実に柔軟に対応していきますので、どうかこれからも見守っていただきたいと思います。今日は本当に貴重なご意見ありがとうございました。ありがとうございました。